独立行政法人国立病院機構岩国医療センターは独立行政法人国立病院機構が山口県岩国市に設置する病院。政策医療におけるがん、循環器病、精神疾患、内分泌、代謝性疾患の専門医療施設である。山口県東部、広島県西部の高度医療、救急医療を担っており、救命救急センターを設けている。また、 平吉医療拠点病院として、離島医療への支援も行っている。2014年、災害拠点病院に指定。施設が老朽化したことと、付近の道路渋滞が激しいこともあり、2013年3月24日、あたご地区に移転した。AB、遠隔。岩国医療センター。2021年1月18日閲覧。医療部門のご案内。岩国医療センター。 2021年1月18日閲覧、救命救急センター。岩国医療センター。2021年1月18日閲覧、山口医療情報ネット。山口県。2021年1月18日閲覧、山口県内のがん診療連携拠点病院。がん相談支援センターについて。山口県医療政策課。2021年1月18日閲覧、 災害拠点病院一覧。厚生労働省。2021年1月18日閲覧。病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。2021年1月18日閲覧。AB 交通アクセス。岩国医療センター。2021年1月18日閲覧。ありがとうございます。